ネーウトンことネーウトンメーラメス・トゥズクはブラジルのサッカー選手。ポジションは FW。2008年14歳の時にサントス FC のユースに加入。2013年のコパサンパウロジフチボージュニオールの得点王にジバと共に輝いた。その活躍からチェルシー FC の興味を引いた。3月20日にトップチームに昇格。ネイマール2世の異名を取った。 翌日にカンピオナートパウリスタで早速初出場。5月29日にはカンピオナートブラジレーロセリエ A でも初出場し、ワルテル・モンティー・ジョの得点をアシストした。6月5日に自身も初得点を記録。7月13日には2得点を挙げた。2014年6月5日に4年契約でクルゼーロ EC に移籍。しかし、起用機会が少なく、 翌年7月25日に、ボタフォゴ FR に年末までの期限付き移籍となった。12月16日に、レンタル期限を延長した。2016年12月22日に、サンパウロ FC に1年契約で、期限付き移籍。彼の加入と引き換えに、ウジソンが来るゼーロに期限付き移籍となった。しかし5月13日に、 パフォーマンスの悪さから期限付き遺跡を打ち切られた。2017年に EC、ビトリアに加入した。ありがとうございます。